やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。腹減ってんねー、腹減ってんねー。はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、サンミでございます。今日はですね、築地で、海鮮フェスタみたいなものをやってるんで、そこで海産物を、食って食って食いまくるという配信をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、下調べはちょっとしたんだけど、なんかフェスをやっていて、こうやって、うわ、立ち食い寿司だって、すごいね、ほらほら、ちょっと一発早めに食わないと俺体力切れちゃうんだ、これ食いますね。海鮮バーベキュー、何これ、うわすごいよ、みんな見て、うわ、ズワイ刺しとこれください、これ焼いたやつ、はい、お願いします。はい、3200円でございます。ありますね、ではいただきます。やるぞ、お待たせしました。うわ、ありがとうございます。エビがあるよ。あ、伊勢、あ、じゃあ、これ酒飲みやがんな、はい、あとビール一ついいですか。いらっしゃいませ。すごいよ、これは。やばいや、ただいす、バイバーイ。というわけで、どんどん行きましょう。今腹ね、0.5 だね。結構クラッとするぐらい腹減ってんだよね。ちょっとぶち上げねえとやばい。うーわー、なんだこれ。海鮮じゃなくて、肉も売ってら。すいません、焼き鳥3本もらっていいですか。はい、3本で。はい、ぶち込みに行くぞ。いただきます、ネギマから。あ、やわらかい。万能でございます。やっぱりそう、時間がついてる。うまー、好きなの、少ね、これ見て、うん、コリコリ系だ、あ、うん、ももやわ。なんで、さすがにビールか。次何行く？あ、これメンチカツ食べていい？200円になります。はい、やってんで。やばいやばい、築地ってことを忘れちゃう。肉を食らってしまうんだけど。メンチカツだから、そこまで脂っぽくはない。さっぱりしてるんだけど、パサパサしてない。
うーん、うまいな。さて、そろそろ海鮮か。さすがに。すいません、ビーフシチューもらっていいですか。ビーフシチュー一つ。はい。はい、ビーフシチューです。はい、いただきます。はい、ありがとうございます。お次はビーフシチューでございます。トロトロなんだけど。のバター焼き食べましょう。あ、並んでんだよね。スタミってこういうのどこで知るの。これリスナー雇ってるんだよね。リスナーのニートをお金払って雇ってんだよ。イベントとか他の人がやってた企画とかを毎日送らせてるんだけど、そういうリスナーがいる。だから俺はね、お祭りとかは見逃さないわけよ。来ましたよ。はい、会います。貝の酒蒸しですか。貝の酒蒸し、これじゃあ酒蒸し行こう。ありがとう、お兄さん、ありがとうね。はい、いやいい。はい、ありがとうございます。ありがとう。じゃあ、こっち置いていいんですか。あ、はい、すいません。はい、ちょっとごめんなさい。ポケット入れよ。あ、ありがとうございます。はい、入れた。助かっちゃうな、ありがとうございます。でけえのよ、ほら。うまっ。こんな肉厚なの初めて食った。うんまっ。酒蒸しいただきたい。これ酒蒸しどうやん、うまねえな。あっつい、あっと香り濃ゆ。ビッグマじゃこれ、もう香りでいっぱい。すごい、マジうまい。これ俺めっちゃ好みだった。次の食事に行きましょうかね。もんじゃとんぺ焼き。ちょっとやばいな、ここ。月見はやっぱ人気なんだよね。月見クソ人気だから。あ、はい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 、はい、です。ありがとうございます。拍手ですか。いいですよ。ありがとうございます。嬉しいです。配信してるんですか。あ、そうなんですよ、ね、他を映しても大丈夫ですか。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい、ほら。かわいいってみんな言ってくれてますよ。おじさん、かわいいって言ってくれてますよ。ライブとか魅力見に行くんで。あ、そうなんですね。アイドルさん好きなんで。あ、アイドルさん好きなんですよ。何のアイドルさんとか。アイドルですね。仮面女子とか、オーカーオーケーですよ。へぇ
ってた。写真とか撮るんですか？撮ったりします。面白い。何の子なんですか？これアイドルさん。お父さん、この写真ちょっと見せていいですか？お父さん、お父さん、コックさんなんですか？コスプレ、コスプレ。あ、コスプレ。ハロウィン、ハロウィン。お父さん、中華街でコックさんのコスプレしたんですか？コスプレね。なんかあんまり話したら、そのうちに分かっちゃうな。かわいい。ちょっとこれ見ていいですか？お父さん、かわいい、ほら。やばいな、あんまり見せたら。いやいや、かわいいですよ。かわいいですよ。あ、はい。いいですよ。僕も写真撮ってもらうかな。YouTuber みたいなもんです。 YouTuber みたいなもんです。可愛い子いるので。おじさんの方が可愛いですよ。何言って。おじさんの方が可愛いですよ。よいしょ。おじさんも一緒に。謎の写真。ちょっと、ありがとうございます。いただきます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、見てくれて。ありがとうね。大丈夫で、いいよ。ありがとうね。スタさんですか。写真いいですか。いいですよ。撮りましょう。これみんな見ていい。コラボ待ってますけど。いいかな。ご飯食べてるとこごめんなさい。はいはいはい。お茶とお水どっちがいいですか。お水もらっていいですか。はい。なんて気が使える子なの？これ、手拭きも入ってるから。なんだよな。じゃあ、手袋もゴミ袋にしてください。好きです。この間、スタさんにシュークリーム渡したんですよ。あ、ポンプラン落とした。覚えてるわ。食った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 。びっくりして、マジで人生で初めてのシール持ってってよかったありがとうございます。ありがとうね、マジで今回も助かるわ。なんか使ってください、ね、ありがとうございます。もらっていいの？じゃあ、もらっていい？食べてください。はい、築地フードフェスでした。超おすすめ、美味しいです。デザートで締めよう。すいません、パイナップルお願いします。今日謎価格ですいませんね。そんなパイナップル。はいはいはい、招き入れやったの。ありがとう。ちょうど今ダイエット中なんで、バスイコ最後に頑張るって言って。バスイを見せていいの？バスイは見せていい。何お前ダイエットサボってんだよ。お前が甘いから納得できないんだよ。自分に甘えんな。頑張れ、ダイエット頑張れ、負けんな。ほら行け。今この動画を見てるってことは、お前やるかやらないか迷ってんだろ。やるんだよ。そこでやんだよ。この動画見てやんだよ。わかる？ここで分岐してんの。人生ってのは一回行かないから未来が変わんの。ここで行ったらお前は幸せになれるから、行け。わかったな。行くんだぞ。ありがとう。はい、またね。
あそこなんだ。あ、そうですよ。すいません、お写真お願いしてもいいですか。いいですよ。ありがとう、ありがとう。ありがとう。はい、どうぞ。ありがとうね。ありがとう。ありがとうね。行けねえ。行けねえ。行けねえ。また配信で待ってます。またね。気をつけてね。はい。激しかったね。なんかあそこあんだよな。カフェデ銀座。酸味が全くないというか、いつものモンブランで酸味があったんだなって。これはね、あんま好きじゃない。冷蔵庫に何があるかは全部さ。今回は、築地から始まり、たくさんの食べ歩きをしてお腹がパンパンになったので帰ります。というわけで、今日のスタミジャパンの待ってって何が現地着いたって何なんしてんの聞いてねえよ。危ねえ、配信終わるとこじゃん。何が起きたんだよ。どこにいるんだよ。見せてるか。はい、いつも動画拝見してます。あ、本当ですか。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、いつも楽しいです。嬉しいです。また配信ください。あ、ぜひぜひ。写真とか。あ、いいですよ。あ、いいですか。すぐんでかなと思った。いや、めっちゃ、めっちゃ待ってるんですよ。ありがとうございます。おーおー、なんだよ。おい、決まったよ。敵ぞ。いいですよ。